ジョージ・マラリアス・カックルは日本のラジオパーソナリティ、DJ、音楽プロデューサー、サーファー。ジョージ・カックル神奈川県鎌倉市出生。日系ハーフの出であり、幼少期は日本、アメリカ、韓国に渡り住んでいた。後に上智大学へ入学するが実施退学している。退学後は、かねてから憧れの深かったインドをはじめ世界各国を放浪。 その後ハワイ経由でサンフランシスコへ移住しサーファーとして18年間活動。帰国後音楽マネージメント制作を主体とするワッツアップミュージック社を設立。1998年タワーレコード株式会社代表であるキースカフーンに誘われる形で音楽出版部のマネージャーとなる。日本のミュージックシーンにババマニアなどを輩出した2016年。 ババマニアが再始動後のリリース作品にはライナーノーツを寄せた。他元を分かった後も良好な関係が続いており、ババマニアメンバーは彼のことをボスと呼び慕っており、2016年に行われたイベントボーン 2BE ジョージ、ジョージカックル 60th anniversary party で久々の共演を果たしている。現在は音楽プロデューサー、コラムニスト、作詞家、 そして日本国内を股にかけるサーファーとして活動している。音楽とサーフィンを趣味としている。小学3年生の時にビートルズに海岸していたと語っており、ハワイアン音楽を数多く手掛けるなど、現在も音楽に対する思い入れが深い。母は日本舞踊の師匠、父はヨットマンを務めるアメリカ人である。ありがとうございます。